おはようございます。免疫力を上げるという話をしたいと思います。楽しいことを考えた方がやっぱり免疫力上がるんで、まあ、ちょっと最近、まあ、暗いニュースが多いというか、まあ、暗いニュースの方がテレビとしてはニュースになりやすいので暗いニュースを流すんだと思うんですね。だから私は絶対っていうことはないですけど、まあ地上波は見ないですね。テレビは見ないようにしてます。どうしても暗い方に行きますん でなるべくその登山の番組を見たり、まあ自然が好きなんで自然、それから旅ですね、まあ、なるべく楽しいことを考えるようにしてます。でお笑いなんか見たことないんでちょっとそういうのにも挑戦してみようかなと思うんですけど、楽しいこと考えてた方が免疫力は確実に上がりますので、なるべくそういう風にしようかなって思ってます。今日も晴れです。今日も一日頑張ります。